皆さんこんばんは小村寛のネットでウィークエンダー今週も始まりました MC 誌誌誌担当のえ真夜真夜い何どうしたの何を言おうか何言ってたっけな今はい梁司です MC の梁司ですよろしくお願いしますアの手が入ってちょっとびっくりしちゃいましたごめんすみません間ガ悪かった私側悪かたドキッとしてごめんなさい。いは早速ね今日のニュースいこうかなと思うんですけど 今日はいつもよりちょっと軽くですね本当、はいまあ、聞く人によっては軽くないのかもしれないんですけどうん、うんうん、そろそろねみんなお祭り気分も味わいたいんではないかなと。行、ね、行っったたりりりとととかかか飲みいねもちろんね感染症対策気をつけて、うんまあ、医療介護の現場とかで働いてる方にはリスペクトを忘れずになんですけども、はい、そんな思いをちょっとね、うん こちらのネタに入れてみましたどんなネタでしょうか、はい、東京オリンピック選手村でコンドームを大量に無料配布使うのかと祭りじゃ祭りじゃいい <laughs> <laughs>、えー、これねまあ何年か前からもう本当に各紙、ね、報道してるんですよ あの真面目に、うん、真剣に取り扱うというよりかはマズルじゃいいって感じでね取り扱ってますよね。<laughs> はい。ういうだからだから割と数週間でその記事が消えていくことが多いんですね。うん。うん、こういうノリだから小室さんはエンタメの方がいいんじゃないですかって言われるんですよね。<laughs> な,なんで急にそんな深刻な。<laughs> <laughs> えー、びっくりした<え>、うん、エンタメもできるし、はい、ガチもできるぞ逆逆方向に行くんですねベクトルが <laughs> なんか、ね、ちょっとこういうふうにいこうみたいな、ね、お祭りっぽくみたいな話にしてるとこう落ちていく方たちになるわけですか人と同じ方向向きたくないね <laughs> なるほどそれは私もよくわかります <laughs> 仲間だ、うん、人間はねみんな全然違いますからねはい、はい、いきましょう トースポですはい2021年3月3日13時56分の配信、はい、野口健司アルピニストだそうですけども、はい、選手村にコンドーム16万個理解に苦しむでもリオ五輪は45万個配っていたと。リオだからな、うん アルペニストの野口健氏が2日ツイッターで「五輪の選手村で配布されるコンドームの問題に言及した」うん「ディオ五輪で45万個配布って選手村とは一体全体どんな村なのか?」と驚嘆「うん、アスリートにとって体調管理は仕事そんなものはご自身で用,用意すべきであり与えられるものではないでしょうに」と。うん まあね、一見最もなのかなみたいなことは言われてるんですけどって言い方するとなんかとげありますね、うん、<laughs> 今ちょっとなんかあの<や>いあ悪い言い方したなって今思っちゃって<や>ごめんなさい、はい、続いていきます「はい、選手村で75が性行為の衝撃、はい、濃厚接触 NG もコンドーム16万個配布へ」 これマグマグニュースっていうのがあるんだ、そうですね。うんうん、そこで2021年3月4日12時10分の配信、うん、政府は海外からの観客の受け入れを見送る方向で調整に入ったことが3日明らかになった。はい、五輪選手村で村では大量のコンドームが無料配布されることが知られている。 もうこれは知られてるんですよすでに、うん、はい、野口さんは共談してましたけどえー、戦略感染症予防を目的に1988年ソウル大会から配布が行われていると、うん、ちなみにリオ大会では選手一人当たり約42個分の数が配布された、うん、さっきの45万個というのを、えー、参加した選手の人数で割ると一人当たり42個分配られていたといううん、うん で米タイム誌はですねアメリカの競泳選手の話として名前出てないんですけど、うん、70から75%のオリンピック選手たちは五輪開催中にセックスしていますと伝えたと。うんはい、五輪開催大体17から18日間ぐらいですかね3週間20日前後20日弱、うんうん、ということです。はい 続いていきます、はい、これはですね「日刊現代デジタル」えー、2月18日5月59分の配信東京五輪選手村はセックス禁止」うん、海外メデ,メディアが報道「うん、選手村は完全に隔離され家族や恋人も入れないため、うん、フリーセックス状態となる」<laughs> この理由づけがよく分かんないですけどね <laughs> もうどういうことだそれ。<laughs> ところがアメリカの女子代表サッカー選手の、うん、ホープソロ選手、うんうん、当時31歳、はい、2012年ロンドン五輪に参加されてるんですけどもその参加の後に証言しています、はい、選手村って世界中から人が集まるでしょ、うん、異種競技の選手ななら二度とと会うこともない、うん、だから開放的になって、うん、欲望が抑えられなくなっちゃうの。うん <laughs> <laughs> 芝生の上とか、うん、建物の陰とかでやっている選手もいるわ、うんうん、オリンピックって世界一節だらな祭典よといやいまた落ちたま落ちたああ落ちたじゃないですこれ今消したんですおかお帰り <laughs>、はい、帰ってきましたねまあでも正直なとこでしょうねうん,うんまあねあの 配るの、は私別に悪いことじゃないと思うんですよね。うん、未病で防ぐっていう意味合いは、私強いと思うんですよ、うん。まあ確かにですね。あのコロ、うん、コロナ禍でっていうのはあるのかもしれないですよね。うん、でも毎年毎年じゃないか、毎,<回>毎大会話題になってるんで、うん、うんうん、毎回配られてますでただ。 海外と日本の事情の違いって結構あるかなとは思うんですけどね日本でコンドームを配られたなんていうのは多分経験したことがほとんどないと思うんでみんな。そうだ,なだからその辺の感覚の違いが海外と日本であるのかなっていう気がしますけどね。うん、で日韓現代は この件について、問い合わせてるんです、政府に。はい。うん。ね。なんていうんですか、濃厚接触禁止なのに配るんですか。うん。配ります。うん。何個配るんですか。個数は発表しませんけれども。まあ。どんどん大会と同じぐらいと思ってください。まあ、十五六万個なんですよ。うん。何のために配るんですか。うん。性感染症予防の啓発のため。うん。うん。 私別に悪くないような気がするんですけどね <laughs>、うん、だまあこの選手村だけに限ってるところが逆に問題なんじゃないかって私は思いますけどまさにそのこのフリーセックス状態になるっていうことを認知してるってことですもんねだって別にね。 まあ、だからあのね芝生の上とか建物の陰とかでやる人もいるじゃないですか普段そこらにはい <laughs> 別にそこだけの話ではない話ですよねでもほらボクサーとか、うん、こう大会試合が終わった後ってやっぱりいろんなものが発散されるっていうじゃないですかあと、ね、減量してる時はその制約との戦いみたいなことも話があるじゃないですかやっぱり抑えるべきものではあるし、うん 痴漢の問題とかセクハラの問題とか抑えるべきところは抑えるべきだけど抑えられない一面もあるのがだと思うんですよ逆にそうやって選手村では配るけど内緒だぜみたいな態度でやってるからなんか性が暗いものみたいなイメージになってしまって逆にそれがハラスメントとか犯罪行為とかに。 進展しちゃってる可能性もあると思うんですけどね、私は。アメリカのバーなんかだと、それこそフリーコンドームであの引き出しに置いてあるって。引き出し？バーのあのカウンターのとある引き出しにコンドームが置いてあるって。やるんだったら使えよ。ああ、あここで出会ったら持ってっていいぜみたいな。ああ、なるほど、いいですね、それ。面白い。はい。 うんうん、ライン啓発ですよねそうですねアメリカ国かならではかもしれないけど、はいうん、そうですね、うん、そういうもっとそういうものをオープンに扱うだって誰でも使うわけじゃないですか、うん、しかも使った方がいいわけじゃないですかは、うん、はい、はい。うん、それを何も隠す必要は全くないと思うんですけどね今ねコンドメーカーのジェックスさん、うん あるんですけど、ジェクスさんが第三のメーカーと言われ。ているジそう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 、あの隠れた実力者ですね。ジェクスさんがジェクススポットっていうのを提供してて。このジェクスさんが押し込みはしているゾーン、あ、ゾンスポットだ。はい、ゾーンっていうコンドームを置いてくれる。例えば飲食店とかクラブとかバーとかを募集してるんです。いいじゃないですか。 で、そのゾーンスポットになってくれた飲食店さんは、その。ゾーンのホームページに掲載されるんです。ここに行ったらもらえるよ。はい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 。天下が一時期やってましたよね。あ、そう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 。である提携店みたいなのね。はい、ホームページでやってました。はい。なんで、その飲食店さんもそういうところに協力することで、啓発活動と。ご自身の、ね。 お店の誘発に使ってください、うんはい、っていうそんな活動もあるんですよね。うん、いやすごくいいことだと思いますけどね。うん。だ、うん、からそのなんでこんなもん配ってんのっていうのの後に理由がついてくれば、うん、うん。より広まりやすくなるじゃないですか。なんでコンドームした方がいいのか、なんで必要なのか。うん、うん。あの学生のそういうセクシャルな 問題に対して活動しているサークルが世界的にあったりするんですけど、そういうところは運動も配ったりするんですよね。涼子さ、はい、最近クラブハウス沼ってない？クラブハウス？なんかあのたまにクラブハウスを立ち上げると、うん、必ずそういう医療系のところに涼子の名前があって。<laughs> それはあれですあの私はそこのスタッフに登録されているからですあそうなんだ、はい、いつもいるなと思って大体あの夕方の6時から8時の2時間はクラブハウスの医療部屋にいますいるよねいますいます沼ってたわけじゃないんだあの任されてるんでその時間帯をあなるほどね、はい、今日はだから YouTube の収録があるから、うん、今日はできませんって事前に言ってで明日も 明明日明後日後は6時半か。明日明後日って言ってもこれ絶対時間ずれてますけど <laughs>、はい、あのこれが放送される時も多分続いてると思いますけど大体6時から8時までの2時間の枠のあたりで、はいうん、モデレータータをそっかそっか、はい、そういう理由だったらね、うん、ちなみにね、うん、関係ない話なんですけど、うん、私は1 7に沼ってて。 ライバーさんですからね大体そこでねせっかくねそういうことをやるからと思って小室よりならではの企画をやろうと思ってなんでしょうびっくりしたクラぶっこんでられたいつもいるなと思ってさ隠してないからいいんですけどねアンケートを取ったんですアンケートう あなたがコンドームをつけない理由は何ですかこの問いを男性に投げてみたんです17ライブの中とツイッターとフェイスブックこの三三つの SNS に投げたら200人の方からアンケート結果が返ってきたんです200人男性200人まあまあいい数だな個人でやるには200人の方がじゃああなたがコンドームつけない理由なんですか1位のパーセンテージ54%うん 54%の男性が「気持ちよくないからつけない」ってたんですよ予想通りなんですけど <laughs>、はい、でも予想通りなんだけど、うん、女性からすると「ありえなくね?うん」っていう「気持ちよくないからコンドームをつけないそこの性感染症へのの意識はないのかと、はい、望まぬ妊娠への意識はないのかと」と。ないんだな。うん はい。そう考えるとやっぱりこう性の教育って本当に届いてないんだなって。うん。まあされてないですからね。そうなのよ。されてないの。私たちが受けてきた性教育って全く役に立ってないっていう。方やその日本の AV、アダルト的なコンテンツってもうスマホさえもれ持てば子どものうちから見れちゃったりするじゃないですか。うん。 この里やまあこっちを教科書にしちゃう男が多いのも必然なのかなみたいなふうには思っちゃうんですけどねただダメだぞとは思いますけど。うん、でも「だぞ」を言ってる人たちが、うんうん、これちょっとあの誤解を恐れずに言うと、はい、中の人たちなんですよ。 AV 男優さんがそれを真似しちゃダメだよって言っててそれはある意味正しいんですけどマーケティング的に考えると私違うと思っっててるんんんでですもお前やじゃ実際に今はねこんなご時世なんでもちろん性感染症の検査もしてコンドームをして現場に臨んでいる方が100%だと思うんですけれどもまあ本当に。 ね誤解を恐れずに言えば、うん、そうじゃない方たちもいた。でも、うん、私の体験談としてあります。うんはい、はい。そういうね中の方たちが自分たちができないことをいやあれはフィクションだからコンドームつけようねっていうのは、うん、やっぱり見る方の夢を奪う発言にも私はつながってると思うのね。で誰が言うのかっていうと、うん、一つは医療の方たちですよね。うん、と やめた人間うん、うん、今だからこそ声を高らかに言える私とか、うん、加藤尾隆さんとか、うん、チョコボール向井さんとか、はい、現場を離れた人間が、うん、あの時はこうだったけれども本当はこういうことを訴えたいんだって言った方がいいんじゃないかなっていうのは思ってます、うん、あとその本に出ていらっしゃるアダム徳永さんとかねそうねそうアダム徳永さんもこの中に出てくるんですけどね今だからこそ 正しい性の知識をこう捉えた人間が発信していくっていうのは大事なことなんじゃないかなって思うんですよね。いや全くその通りだと思いますね、うん。私の熱度が過ぎてこれ消えた？うんうん。あれですねあのスクリーンセーバーみたいな。<laughs> <笑><笑>これじゃわかんないぞ。<laughs> マザイク <laughs> <laughs>。こういうことやるからエンタメだって言われる。<laughs> <laughs> 正確だ。うんはい、で、うん、そのアンケートを取った中には、うん、当然あのサイズが合わないとかうん、はい、あとゴムアレルギーでかゆくなる、はい、って言ってコンドームつけたくないまたはつけないっていう選択をしてる人がいるんですけど、うん、もしねじゃあサイズが合わないんだったら今いくらでもサイズなんかあるわけですから、うん、ちっちゃいのからおっきいのから。 サイズを合うようにするっていうのも一つの手ですよね、うんはい、合うものを探す、うん、じゃあラテックスがダメだったらポリウレタンがあります、うん、今だったらイソプレンラバーというね素材もありますから、はいうん、探す努力はしてもいいんじゃないかなって思いますね、うんはい、本当その通りです、うんうん 男としてショボんってなるんです。まあせっかくなんでもうちょっと聞きよしいんですけど、どうぞ。あのコンドームってこうペニスにつけるだけじゃなくて、実はオーラルセックスの時のコンドームっていうのもあります。はい。これデンタルダムっていうんですけど、ラテックス製のフィルム状のシートというのがあって、例えばあの女性気につけるのもありだし、あのアナル。 めるにもこれれ推奨さてますやっぱりアナルって大腸菌がいるからアナルのなめた下でじゃあ女性菌をなめるとか女性もアナルをなめた下でフィアラチをするとかこれ言っていいのか分かんないけど今言う大丈夫かなと思ったんですけどそういうのを防ぐっていう意味でもデンタルダムっていうこういうシートがあるっていうのは知識として一つ持っておいていただきたいなと思います。なるほどはい ラテックスデンタルダム。いや、ここでもデンタルダム配ればいいんですよ。なるほど。四十五万個配るんだったら、半分ぐらいそっちにしもあせばいいとかね。あと指用のコンドームもあるから。ああ、ありますね。指用のコンドームはね。ね、男性は爪が伸びてる人がたまにいますからね。そう、見ますよ。見てますよ、私。あなたの爪はどうですか。女性指よく見ますよね。うん、見る。本当に。うん。 最初その話聞いてすごいギャップだなと思ってびっくりしましたけど、ね。いやどんなところが？いや男性の運転なんかほとんど見ないですもん。ああ。女性はその指に自分が触られる、うん、触られると痛い可能性がある危機感を感じるだから見る。はい、なるほどそういうことですね。うん、あると思います。いやー。 勉強になりました。大丈夫ですか。シュンとしてないですか。シューンとはしてないです。私はもう。我が道を行くしかないと。思ってますんでね。<laughs> はい。で、まあ、とりあえずね。うん、こちらの話の方を閉じておこうかなと思ってるんですけど。はい、うん。まあ。選手村に限らず。 あっちこっちで配れば叩かれないと思いますよと私は思うんですけどね確かにそんな感じがするけどなでもっとねそういうのをきっかけにして「あここで叩かれたからじゃあみんなにも配りますよ」って言って配って、うん、それきっかけに日本の国内の性教育が明るく広まっていけばいいなってちょっと思いました。まととめててくれてありがとう まとめてくださいって言おうと思ったんですけどはい今完全にまとまりましたよねということになってるみたいですのではいそれではあの最後のご挨拶だけお願いいたします今度もねあの事前予防ですこれは大切な人を傷つけないための事前予防として「備えあれば憂いなし」。 コンドームあれば性感染症なし以上どうもありがとうございましたありがとうございました、はい、それでは小室由里のネットでウィークエンダー今週はここまででまた来週お会いしましょうありがとうございました今週は何も言わないよ